このさ、E3、一番下の E3W ってさ、別人だろうけどさ、E3 ウィンターがちらつくんですけど。はい、イケモンです。今日もバイオハザード5続きをね、遊んでいこうと思います。じゃあ次のチャプターに進む前に、アイテムをこんな感じとすっきりさせて、余ったものとかはみ出たものは、ストックに入れて、こんな感じでいこうかなと思います。毎回ね、グレネードランチャーも持ってきたいけど迷うんだよもう入れれるところがなくて。はい、じゃあこれでいきましょう。はい、よう開けた、よう開けた。でもさ、多分本当に終盤になってくるとさ、わー、マジか、マジでグレネードランチャー早速入りそう、早速入りそうなんだけど。Wesker doesn't give a damn about anybody but himself. Soon, even you will understand, Chris. One glimpse of my new world, and it will all make perfect sense. Show yourself! Unfortunately, it's too late for you. You will not live to see the dawn. Sorry, Excella, but it appears Ouroboros has rejected you.Though you have been an excellent asset, もうかわいそう。 I have one last task for you. Albert! かわいそう、なんか。 What the hell? Farewell, old friend. わー、え、また?また?また?え、あ、もうこのさ、うにょう力めっちゃ倒すの大変だったのに。っていうか、正確には倒してないっす、ちゃんと。終盤になればなるほどさ、ハンドガンだと思うんだ。私のハンドガン弱いのよ。上からいるものがある。今なんか速射器みたいなのがあった。わわわわわわ、あ、これか。なんか不適合だと有機物を取り込もうと、取り込もうとするって言って、今いっぱい取り込んじゃったんだもんな。わあ、これ本当なら QTE あったんじゃないのというぐらいのなんか QTE シーンなんですけど。え、任さないでよ急に。え、ああ、そうなの。 Persistent son of a bitch. 絶対 QTE あったでしょ。 So now what? Do you think our weapons can hurt that thing? I don't know. We gotta get the hell out of here before it destroys this place. 速射器みたいのあったけどな。速射器っていうのはなんだろう。なんかダダダダダダダって撃つやつあったけどな。QT あったんじゃないのここも。いや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 、どうぞ。You grab it. Okay. これ
食らわないよね。おっと。Are you okay? これはただただ逃げるの。It's tearing through the ship. We can't stay here. 待って、シェバをアサルトにしたら。Go. Okay.攻撃しにはいかないね。Come on. Okay. あ、クラウ。あ、クラウ。クラウ。クラウンだ。あ、なんか食らっちゃってる。これさ、デッドバイデイライトでもこうなるわ。ウェスカーの攻撃。わわわ。ウェスカーの攻撃食らったらこうなってたわ。そういえば。何にもアイテムとかないんだ。もう死にそうなんだけど。どこにどう行くんだろう。木、こっちか。わあ。はいはい。でもさ、ちょっとエクセラの物語も知りたいよね。エクセラがさ、まあ、なんかウェスカーのことを好きっぽかったけど、その全てを捨ててウェスカーに捧げようと思った出来事を知りたいよね。背景というかさ、はい、そう、ハンドガンが弱いんだよな。クリティカルは上げたけど、多分ボスとかってさ効かないじゃん、クリティカル。多分わかんないけど、わ、大丈夫かな。一応 My God! Look how big it is! ハーブが一個ある。ここも来るよ。ありがとうございます。なんか鍵マークがあるけど、はい、Take it. Okay. Are you okay? ありがとう。これ大丈夫、起きや、なんかビリビリする。なんだ、な、何かがビリビリ。あ、大丈夫、起き上がんない。本当？あー、寝とけ。あ、みんな起きてきた。完全。わ、わー、マジか。それは聞いてない。それは聞いてない。どうすんの、ここか。はい、入ってこないでしょ。え、入ってくるんですか。待って、先行手榴弾持ってないよ。シェバ持ってないよね。あ、持ってないな。どう、あー、持たす。はい、take this。やめてやめてやめて、もう。なんかさ、空いたところに欲しかったのにさ、ちょっとシェーバー、ちょシェーバー、そのさ、開けたいから渡しとるんよ。これが欲しいのよ。これ。Give me a grenade. Use this. はい。びっくりしちゃった。え、待って、ダメ、避けるのそれ。おお、どこ行った。え、どこ、あ、あ、君が持ってたんだ。あ、で、なんか読み物があるから見よっか。ん、
操作を受け付けてくれない。あれなんか読み物みたいなのがここに、あ、これだはい、プロジェクトをダブル、プロジェクトベスカーってことだよね。被験体ナンバー13、当事者がこの事故により死亡したためってなってる。まあそうだよね、その時はね、プロジェクトの達成率は 18% の高位体。アンブレラ情報部アレックス W。 なんだろうな、某 FF7 のヘヘオスみたいな感じなのなんかごめんスペンサーの手帳。ダクンシティが消滅。アンブレラが消滅の責任を一身に受けることになる。器に過ぎないと。アフリカ研究所の閉鎖を命じたのはスペンサーだったのか。なるほどね。なんかこう画面がガガガンってなって読みづらいんだけど、プリントアウトされた紙、機密情報アクセス権リスト。このさ、E3、一番下の E3W ってさ、別人だろうけどさ、E3 ウィンターがちらつくんですけど。はい。で、ここが、そこね。開ける。とっても嫌だな。なんかここの感じさ、ここの感じめちゃくちゃあれに似てるけど、リベレーションズの船のさ、この船首も全くこんな感じだったよね。こう入るとこあって、下に行くところがあってみたいな、めちゃくちゃ似てる。こっちは動かないんだね。そこの黄色いところに行けと。待って、資料がなんか1個あります。あったの、そんなとこに。全然分かんなかった。はい、ここら辺に、あ、レーザーレーザーか。ロケットランチャー型の位置測定送信デバイスから受け取る。数十センチ単位の誤差で目標物への射撃を可能にする高度射撃システム。目
要物を捉えると衛星への上信送信が開始。送信中赤色のリングがターゲットスコープ中心に向かって収束していきます。目標認識 AI によりターゲットスコープから目標物が外れたと認識された場合は衛星の情報送信が中断と。なるほど、ロックオンってなったら完了、トリガーを引くと。再発射には一定の充填時間を必要とします。サテライトレーザー、 We just might have a chance. Targeting device is on the roofCome on! There's no time to lose! Come on! いや、これ回復ターンじゃないの、もしかして。持ちこたえれるかみたいな。そんな気がしてならない。行くよ。行くぞ。いかに食らわずに情報を送信して、あ、出ちゃった。表に出ちゃった。情報を送信して、いかに食らわずに食らっても回復があるか。You grab it! Roger!セバがまだやっ、ん？セバ？セバ？セバどうした？セバ！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 
避ける、え、押したって。いつ来るか分かんなくて、出てからじゃ、出てからじゃ。私これ何やったらいいんだ、私でもこれやっても意味ないよね、これ意味ないよね、きっと。ちょっと分かんないです。シェバがやってくれ、私何やったらいいんだろう。2個欲しいよね、あれ。なんか回復アイテムないかな。あ、ナイス。はい、なんかないかな。あ、ナイス。ほんと危ない危ない、組み合わせ。ちょっと待って、いや今来るかなと思った、こうなって。でももう分かった、回復ターンだってことが。ごめんごめん。あれさ、私も撃ったら効くの、ちょっとよく分かんないな。じゃあもう回復ターンだってことは分かったから、とりあえずしまうものはしまって、はい、じゃあさ、ちょっとグレネードランチャーの焼夷弾入りを持っていこうか。まあ火に弱いわけでしょ。でもな、私何やったらいいんだ、シェバに任せたら何やったらいいんだ。普通に撃っても倒せるのかな、あの周りのやつ。ちょっと分かんないから、もう一回行ってみよう。はい、でもさ、触手を倒した後にもっとでっかい丸いのが出てきたじゃん。あ、焼夷弾とかも多分投げた方がいいんだよね、この系か。だからさ、あの真ん中のが向き合って出てきたときに、あのレーザー当てた方が絶対いいよね。だから少なくとも2つ目のをやったときに、最初から2個だった。だから2つ目は使わずにやらないといけないよ。That thing is huge. Do you really think we can kill it? できませんけど、はい。まず1個はこれ。 It's all on you, Chris. I've got your back. お、それはないです。あ、死にそうなんだけど、ありがとう。これでいいのかな。守って、はい、置いて置いて置いてあれ、何で置いてくれるんだ、置いて、あれ、あれ、違う、これどうやって置くの、わかんない、こっち変えたら置くけど、こうするしかない。で、もう一個、これさ、あ、倒せるのか。あー、はいはい、弾ね。A でいいか、 E と V か、 A と D なのか、 E と V なのか、先に知ってみたい。 A、 これはさ、だって自分でやらないとね。次のこれが、これ多分あれやったら真ん中が出てくる。意図的に。まだね。ハンドガンの強く怖いからな、これ。
E と V なの、 A と B なの、どっちだっけ。さっきここでさ倒せばよかった。あれはレーザーでなんかやるターンだったんだ。まああれさっき最初そんなのあった。あとさ本体の弱点が出た時にさレーザーめるといいけど、こっちも打ち込みたいよね、このグレネードランチャーの焼夷弾。いやーセバリ頼む。はい、こうなるよ。これさあ、ダメか、あんまり意味ないから、焼夷弾でやったら早いかなって。そんなことある？見た私の。切なすぎ。ショットガン。はい、ね。ちょっとやっぱひるみがあるから。はい、ここら辺もやっつけてる。次なんかさ、次なんかあのコアが出たと思うとさ、邪魔だよ。何これ、わあ、どっちだったの今、 A と E。 え、当たってない、当たってない今の。あれ見つけた。はい、来た。これ先にやったら、あー、 OK、 じゃあシェバに任せてみるわ。シェバシェバシェバ、で、私こっちだ。グランしたらシェバがさ、当たってなくなった、当たった、シェバが死にそうかな。これね、これでもシェバに、あれあれやって、あれ、あ、これこれこれ、私のやつか。チャージングがすごい。はい、こっち、ここ、こっちに乗り置けばいいんじゃないの。チャージングがすごい。あ、1個やったら大丈夫。じゃあちょっとあと2つは私がやろう。2つは A と E、 A と B が E と B で受けるのかわかんないけど、ただチャージングが、シェバがやってくれるのかな。
エクセラー。
エクサラがさ、ウェスカーについていきたかった何か理由というかきっかけみたいなのめちゃくちゃ気になる。うん、これファイルに見たら書いてあるのかもね。見ないけど。はい、じゃあまた次のターンに行くときに、これ回復持ちすぎだから結局持ったら、ちょっとじゃあまたやってから行こうか。また次回もね、お付き合いください。イケモンでした。じゃあねー。